にちは、柴田です。今回はギブソンの薄いレスポールスタジオスマートウッドのレビューです。こちら1999年製のレスポールスタジオなんですけれども、薄いんです。スマートウッドというシリーズで、今はねもう作られてないと思うんですけれども、見た目めっちゃかっこいいですよね。これウッディな感じ非常にいいと思います。そして重量 3.6、 通常のレスポールと比べるとこんな感じで全然薄さが違いますね。でね、コンター加工があってね、優しさも感じますね。トップはねフラットじゃなくてちゃんと山があります。そしてマホガニーの上に梁があるんですけど、これねメイプルじゃないんですよね。ミューアというね木材らしいです。ちょっと木目を、独特な木目なんですけれども、非常になんか骨董品みたいな感じでかっこいいですよね。結構ね年季が入ってるのでね、ちょっと分かりづらいかもしれませんが、これねゴールドパーツになっております。ペグはね5とのロック式に交換されてますね。塗装もかなり薄めで心地いい木材の感じ。ピックアップはギブソンの490と498ですね。このスタンダードもね490と498なんで、ちょっと後でね鳴らし比べもしたいと思います。まず持った感じですね、まあ、3.6 レスポールよりは全然軽いんですけれども、割とねこうずしんとしてるなというイメージ。多分ねこう見た目でもっと軽いのかなっていう印象だったんですけれども、思ったよりは重量感ありますね。薄いレスポールっていうのはね一定数人気があるので、探してる人もねいるんじゃないかなと思います。では生音いきまーす。ギブソンのねレスポールらしい生音。これ重厚感もあってしっかりした強みがありますね。ちょっとスタンダード鳴らしてみましょうかね。ボディの薄さがなんかあんま気にならない？ほら、やっぱ似てますね、ギブソンっていう感じ。もっと軽い音になるのかなと思ってたんですけど、お、いいっすね、いいっすね。レスポール、これミックスですけどめっちゃいいっす。レスポールですよね、しっかりと。全然違和感なくね音入ってきます。だってほらレスポールのクリーンですもん。これはね、いいっすよ、いいっすよ。コンターもあってね、非常に弾きやすい。で、重量も軽いと。でも音はしっかりレスポール。スタンダードをね鳴らしてみましょうか。まあ、アンプを通すとやっぱボディの太さ厚さがちょっと影響してきてるなっていう感じしますね。こっちの方がやっぱ太い。スタンダードの方が感じますね。ちょっとフロント鳴らしてみましょうかね。でネックなんですけれども、これねしっかりと太くて、このねスタンダードよりも太いぐらいな感じです。これフロント、アンプを通すとシャープな感じになりますね。これはこれでレスポールより癖がなく
音作りもしやすそうな感じで。エッジが効いてますよね。ジャキッジャキッといくような感じ。これはこれでいいんじゃないですかね。これねミニハムなんでちょっと質が違うとは思うんですけれども、エッジ感はねこのスタジオの方があるかなっていう感じですね。というふうな感じでございました。面白かったですね。レスポールなんだけどスタンダードと比べるとちょっとシャープ感があると、まあ、でも SG よりはしっかりと重心が低くてズシンとしている。でもオーバードライブでエッジがしっかり効くというふうな感じです。これねレスポールって考えるとちょっとミッドローの部分が足りないなと思うかもしれないですけど、唯一無二なんでね、やっぱこの音はこれでしか出せないのかなっていう、そこがねこれね面白いとこかなと思います。ご視聴ありがとうございました。シーバードでした。